はい、こんにちは。今回はですね、ビュイックのこれはハードトップクーペだと思うんですが、これは1949年にシリーズ50で、6人乗りビュイックハードトップクーペはフェンダー側面に、有名なポートホールをつけて最初のものである。で、馬力は直列8気筒 OHV 水冷エンジンで、排気量は 4064cc、3600回転で115馬力を出し、3速のマニュアルミッションが標準設備だったんですが、まあ、希望によってダイナフルオートマチックトランスミッションも付けられた。で、このモデルがビュイックの新鮮なスターリングの先駆けをつけた、まあ、車だったんですね。で、それが、まあ、こういう風になりまして。まあ、この形がなかなかいいですね。あと昔の車ってのはこういう風に膨張していまして、こうやって形がこう膨らんでるところがいいですね。ちょっとこうクジラに似てる、形していますが、まあ、こういったクジラにの車というのも、なかなかこういう面白さっていうのがねあっていいのではないかなというふうに、思います。まあ、これはちなみにホットウィール、からこういう車が出てたんですが、結構年式としてはもうかなり古い年式で、今から60年以上前の、形にはなりますけど、まあなかなかこういう車というのも面白みがあっていいのかなというふうに思います。どうもありがとう。